生放送で森園だけの挑戦をしたことあるんですよ。で、森園だけの挑戦をしたときに、こいつにはまだ負けたことないかなっていう、ま、森園にすら勝てない魔界の王、名前をよく忘れられることで有名なね、全般的に名前忘れられてますね。僕のチャンネルではね、デーモンキングが忘れられてるんですけど、こいつの全般的に忘れられてる。なんだっけね、お前の名前。曲はいいんだけどね。なんかね、今回ばかりは、本当に勝てるんじゃねえかっていう感じがします。だって相手は名前すら忘れされてるんですよ。僕のチャンネル見てくださいよ。もうこいつ毎回出てきますよ。このチャンネルの知名度とさ、あいつの知名度かけてみ？なんか確かに図体似てるな。赤いデブという点では似てるかな。なんか、さすがに勝てんじゃねえか。重量感のある BGM。いいね。BGM への評価は非常に高いです。さあ、赤いデブ同士。今のところにコンボ一回も勝ってないからね、君。でも、ミルドラースは本当にあるんじゃないかな。何かっていうと、1-3が確定防御できます。1-3に確定防御の卓があるんで、そこをカセロマントに防ぐだけでね、まあ一旦食らわないみたいなもん。ちょっと怖いのは、ミルドラースがイテハチュウだってことです。2-4かな ?2-4 だ。2-4にいてつく波動があるんで、まあ、今までの鬼コンボの負け筋っていうのは、状態上を引いて負けてたじゃないですか。こいつの場合、負け筋というのは、2-4のいてつく波動を引いて、こっちが勇気のたまらない行動をすると、勇気がたまんない可能性がある。そう、いてはがさねがまずいかもしんないね。さあ。お!なるほどね。いや、でも、どれも、さすがにさ、今までのゾーマとか指導ほどじゃねえと思うんだわ。暗黒強えしな。単純に暗黒は大丈夫だろ、お前。コロコロ800はちょっとな。800か。800か。まあ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 。でも、あと一発耐えるみたいなもんだから、実質。実質一発耐える。オッケーオッケー。ここね、確定防御できるのはでかいですね。はい。ここ、カズレマントに確定防御です。確定防御していいと思う。さすがに確定防御でいいと思うけどな。2ターン目にテスカ波動とかやったらちょっと考えたかな。うわー、出た、やっちゃったー。勇気たまんないやつー。それ勇気たまんない行動なんだよ。うわー、勇気ギリギリだぞ。マフだ、まあ、ここは確定防御。大丈夫かな。いや、でも、確定防御できんだよ。普通に考えたら負けはないと思うんだけど、今の猛毒の霧はちょっと。今の猛毒の霧は響いてるぞ、お前。あれ?え、まさか!魔界のせいで、いや、こっちもね、悪魔としての威厳見せてやろうや。やべえ。あ、やばいぞ、これ。あ、鬼コンボ。お前やばいよ。多分お前筋、お、まだある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 か?あんのか、これ。まだあがけるが、4連回、ちょっと待って。まだあがけるが、まだあがけんのか。フルアタっすね。ミルドラスフルアタです。このターンは。これは、あれかい。筋からがどう見ても足りてない。もう、多分ゲリオンとかカンナタあたりだったら、あ、避ければいいね。避けれるよ。避けろ!避けろ!避けれる!頑張れ!ただ単純にお前弱いだけなんじゃん。ただ単純に弱いだけなんか、お前。おはようございまーす。ティレット。申しまーす。ドラゴンクエストのモンスターバトルロードビクトリー。鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思いまーす。これはドラゴンクエストタクトの話になるんですけど、ドラゴンクエストタクトにはですね、やっぱ旧キャラってどんどん弱いもんじゃないですか、やっぱ。初期キャラの S とかさ、大魔王とか出てくるじゃないですか、新しくね。インフレがどんどん来るわけじゃないですか。そうすると、元々あった S キャラっていうのは弱いわけじゃないですか。で、その S キャラを輝かせるために運営がね、始めた才能開花システムっていうのがありまして、はい。才能開花システムによって、だから、
もっと強くなる、新しい技を覚えたりステータスが上がったりっていうのが運営のね救済措置。そしてついにオリコン棒にも来ました。なんと来たよ。なんと覚える技、連続ウルトラスターさん。そんな強くない。勇者の更新思ってたんですけど、指導やゾーマ勇者更新したはいいんだけど負けてんだよな。ちょっと実はね、オリコン以外にもっと負けてんのが勇者くんなんですよね。ちょっと頑張ってほしいところです。頑張って。お前もよく考えたら負けれるぞ。 BGM が重量感あるなっていうのを多分前回言ったような気がするんだけど。さあ勇者の更新その1。大きく違いますね。でミルドラースっていうのは鬼コンボの時に取れてたんですけど、確定防御できるターンが1ターンに存在します。もちろんそんなものはありませんので。実質 HP は鬼コンボ1体のみですからね。さあ今日の調査見せてくれ。ルートウラセルス、イエーイ。よくやったね。やったやったやった。オッケー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 。まず当ててくれんな、ありがたい。まず一撃当てんな、本当に幸先がいい。今日一発目幸先いいよ。わあ。なんだなんだ、おいくぜ。お前だけ怪人、お前も口出しにしとくべきじゃったか。おとどめボーダーに早くも近づきました。これあれかも。あーでもここね、さあまず1ターン目は特技確定。勇者あたりが怖い、飛んでく、避けろ、よし、オッケーオッケーオッケー、素晴らしい素晴らしいよ。勇者がね暗黒で吹き飛んでく未来は予想できとったでね。ここでね、ここでガードしてくれない、ありがたい。なんだかんだで指導やゾーマ勇者に挑んで負けてっからな。結局バトルマスターの力借りてんだもんな。ちょっと勇者はさすがに、あと俺のまあ SP がないことによる負担も結構でかいっちゃでかいけどな。いけ、串出し、いくぜー、ほら行くぜ。OKOK、 とどめボーダー乗りましたね。早くも早いな。あ、いたか。どうしようかな。本来ならつばぜり合い、本来ならつばぜり合いなんですけど、あ、まあつばぜりするか。ちょっと迷ったんだけどね、今耐久ラインギリギリだよな。じゃあつばぜり合いして勝って綺麗に締めましょうや。今のところ勝っても負けても負けてるんだっけ。ちょっと OK、 ゆっくりめ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 、前回の主力学んだ、ゆっくりめでいい。はい、 OK。 ねえ、盤石の体勢です。こうなると、怖いのは何だろう？え、怖いのは何だろう？ 4 ターン目に勇気が溜まれば勝ちなんですけど、4ターン目は一応、このデブ、凍結カードありますね。とは言っても、5ターン目にないんですよ。もう皆さん大好き。もう僕の実況を見てると皆さん大好きかもしれないですけど、5ターン目の凍結カードがこいつ存在しないんで、多分もう理論上これは勝ってますね。さすがに。まあ一応の負け筋言うと、5ターン目の眠り息ぐらい、あ、勝ちました。あ、勝ちました。勇者でも、あ、おお、いいね、勇者のピロリ率素晴らしい。見てて気持ちいいわ。そうそう、これこれ、俺がな、俺がね、おしゃれ着変えて、俺がおしゃれ着解禁して、この装備にしたさ、意味が今ちょっとね、出てきて嬉しいわ、俺は。嬉しいな。なんか、ようやく避けたなって感じがする。うん、さあ、誰を花嫁選ぶんだ？言われて出てきた一周目のお姫様。一周目こいつ、二周目ビアンカ、三周目 DS 版にてデボラです。まっこと申しまくれ。浮気じゃない、これは浮気じゃない、好きな女が多かっただけのこと。よっしゃー、いけたーって、いけるよそら。指導やゾーマが強すぎたんでしょ、なんだこの圧勝ぶり。指導やゾーマさ、バトマスターでさ、あんなヒーヒー言ってたんでしょ。うん、お前が弱いんだよ。じゃあもっと鬼コンボって弱えじゃん。さあ、白目最弱レベルのね、どっかの大魔王を倒しまして、次に出てくるのは6。
なぜかこの携帯であることは皆さんなんでだろうと思った方も多いと思います。なぜか第二形態デスタムーはジジイの姿では失礼だということで、はい、パワータイプのデスタムーです。別に呪文タイプでもよかったけどゾーマと被ってしまったのかな。そういうわけで出てまいりました。俺らは諦めない、ね、俺たちは諦めない。諦めないぜ。なんと懲りないな。もうここまで来ると懲りないっすよね。何度倒されてもさ、何度でもどこから大魔王で勝てること僕信じてますからね。さあ、でもデスタムーンは本当にワンチャンある。お前最近才能開花来たから行けよ。マジで行け。才能開花来たんぞ、鬼コンボ。あ、俺のリーダー、ギメ将軍。才能開花でドラクエタクトではね、ちょっと強く、ほんのり強くなりました。ほんのり強くなったです。なんだろう、実用、他の才能開花組と比べて、運営が間違ってるような気がしない。あのね、鬼コンボってタクトで実は攻撃力ゴミカスなんですよ。S ランクモンスターなのに B ランクのモンスターでキラーパーサーより低い攻撃力っていうね、悲しい扱いをされてるんですけど、実はタクトでは。はーい、やる気をなくすの。ね、やる気なくしてんじゃねえかよ、お前。さっき、もう、俺がその話し始めた瞬間、なんだお前。あ、ちょ、待って。お前、やめろ。本当に、やめて。もう、さ、たまにはさ、普通にひるまないでよ。頼む。これからーって済ませて。お願い。オッケーオッケー。オッケー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 じゃねえんだよ。普通なんだよ、それが。S ランクなのに B ランクのキラーパーサーにしたら攻撃負けてんだぞ、お前、タクトでは。おう。で、覚えた技がね、この一撃目、そして二撃目の、連続ウルトラセンプオラーオッケー、取り返したね。エビルテールか。まあ、ここは食らうとして、どんぐらい、確定防御。大丈夫。奇跡も魔法もあるんだよ。ここ、確定防御できます。オッケー。大丈夫。まだ、ここは大丈夫。まだ生き残れる。ワンチャンじゃねえか？1000あれば耐えてんもんね。さあ、才能開花で連続ウルトラスタンプっていうものを取得しましてね。果たしてさあ強いのかっていうと、実は、鬼コン？こいつ自身の攻撃力が低いんで、なんか、例えば 300% の攻撃与えるとかあるじゃん。うん。攻撃低いからゼロダメージなんだわ。ゼロに何かけてもゼロなんだ！いくぜー！せーの！はい！オーケー！いいよ！いける！ワンチャンある、ワンチャンあるだ。ツーコン！ウルトラスタンプ！頑張れ！一番前線できてる。このターンに勇気溜めてよかったけど無理だよな。5ターン目にギリ溜まるか溜まんないからからね。で、指導やゾウまでは、まあ、さよならみたいな。1ターン目の、おほー！やる気に満ち溢れてる！オッケー！ツーコン！ウルトラスタンプ！頑張れ、いいぞ、ああ、勇気たまんない。お前頑張ってる、マジで頑張ってる。オッケー、まあ、オッケーと見よう。俺ワンチャンじゃねえか。待って、鬼子ワンチャンある、お前。鬼子今お前ワンチャンあるわ。多分だけど、会心ガンガンしとったから、会心してたでしょ、お前。来たか。こいつやったわ。あ、こいつやった。お前 DPS チェックじゃん。ここで、二撃ちゃんと当てれば勇気たまるよ。頼むよ。連続ウルトラスタンプその1おらおい頑張れウェブハイよかったお前、オリコンボすごいじゃん。今までね、どの大魔王にすら、竜王にすら勝てなかった。オリコンボ、いよいよ、初勝利だ。あ、やった。どういうか、今までさ、今までなんで勝てなかったんだよ。ビルドバージョンにすら負けたからね。ね、鬼子、デスタムーンお前恥ずかしいよ。デスタムーンは恥ずかしいな、君。多分、仮に5ターン目にエビルテイルが来とったとしても耐えとったと思うんですよね。そもそも。いや、でも鬼子、よく勝った。
会心出した。お前才能開花の才能あるわ運営がな、なんで才能開花の方向性間違えたんだろうな。鬼コンボの攻撃上げてくれれば使えたのにな。でもよくやったよ鬼コンボ。